ウィレム・バイテウェッヘは、オランダの黄金時代の画家、版画家である。明るい雰囲気の風俗画を描き、同時代人から、陽気なウィレムと呼ばれた。ロッテルダムの靴職人、ろうそく職人の息子に生まれた、ハールレムで商人の見習いをしたが、画家になり1612年に、セール家組合に加入が認められた。ハールレムの組合には、その2年前に、フランス・ハルスが加入しており、 バイテウェフヘと共に、ヘラクレス製ヘルスやエサイアスファンで、フェルデも同じ頃に組合に加盟した。バイテウェフヘは、フランスハルスの作品をもとに、版画の死体などを多く描いていて、ハルスの影響を受けていたとされる。1613年11月に、名門の娘と結婚して、ロッテルダムに戻った。ロッテルダムでは、ヘンドリック・ソルフや、ヘルマン・ファン・スワーネフェルトが弟子であったとされる。 版画の死体の風景が風俗画を多く描いた。発見しか現代に伝わっていない油絵はすべて風俗画で集まって談笑する陽気な仲間を題材にしている。32歳か33歳でロッテルダムで死去した。没後生まれた息子も画家になった。ありがとうございます。